15式飛行艇15式1号飛行艇15式飛行艇は1920年代の大日本帝国海軍で運用された飛行艇で日本人設計による初の飛行艇である。1926年海軍は陳駆化が目立つ F-5 号飛行艇に代わる飛行艇の施策を公海軍交渉に加盟し、交渉では後に川西航空機でラツワンを振るう橋口義雄。 造船隊員を設計事務者として開発を開始した。15式飛行艇は F-5 号飛行艇に習った停滞ではあるが主翼は速度向上を図るため面積を減らし、かつ厚翼と主合性を高め、翼間支柱を一長間としている。これが15式の外観上大きな特徴となっており、この翼組は構造材を金属に変えただけで、 あとの89式飛行艇にそのまま応用されている。エンジンには、ドレーヌ 12E のライセンス生産権を購入した、中島飛行機が製造した、ローレン450馬力発動機を採用した。初号機は1927年秋に完成し、小規模な改修があったものの、操縦性、安定性ともに良好とされ15式飛行艇として、正式採用された。 生産は、広小の第一航空機でも行われ、横須賀工場では全金属製のものが試作された。生産は1934年まで65機余りに達し、シナジュ編当時も練習用として使われていたとされている。使用単位については、Wikipedia、Wikiproject 航空、物理単位も参照。ありがとうございます。